やってきたのは全国におよそ1万5千店舗展開するローソンです。店内の専用キッチンで作っている出来たてのお惣菜が人気の町角厨房です。30代の男性が買っていたのは町角厨房のチャーハンとかチャーハンと唐揚げのお弁当。 何回か,か食べたことがあって、なじみやすいよ味なので、こう,えー、こう飽きないという、か。そして店内には、もう一つ、特徴的な魅力が。ローソンではヘルシー志向をアピールしていて、プライベートブランドのパンや、人気の唐揚げくん。 冷凍食品のキーマカレーにも栄養成分を示すマークが入っています続いてやってきたのは入店音が耳に残るファミリーマーマトですファミマといえば絶大な人気を誇るファミチキです 2006年に発売されて以降、累計で20億個以上売り上げているファミリーマートの看板商品です。一方で今ファミマが力を入れているのが、プライベートブランドファミマルのお惣菜です。ファミマルは冷凍食品にも多く、 冷凍の焼きここ入りで160円です続いてやってきたのは業界トップのセブブンンイレブンですそして冬に食べたくなるコンビニグルメといえば身も心も温まるおでんです つゆは地域ごとにお客さんの好みに合わせて味を変えその数全国で8種類ここ首都圏で味わえるのは鰹節と昆布の風味の効いたつゆです多くの人が手に取るセブンイレブンの定番商品が食べやすいサイズで食卓のプラスひ品にもなるカップデリです